誰かいねえのか、頼む、あげて、頼むよ、あげてくれ、いるんだろう、誰か、誰か、頼むよ、あげてくれ、あげてくれ、危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。待ってたぞ。あのフニ読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデよし、じゃあ秀の字な、呼びやすいだろ。こちらが十三桜での仕入れの品になります。悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様、これからもご贔屓に。霊石には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな、調子のいいやつめ。いずれは私めも道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。キキキキキキキ、ぜひともこの猿、藤吉郎めにお任せあれ。食うか。
詳しい話はここを離れてからだ。おっと、腹ごしらえでもしながらでどうだ。うん、というわけでこいつは敵じゃないってことだ。で、あやかしまで引き連れて何がしたいの？俺が？俺はな、大空に輝くでっかいお天道様になるんだ。とんだ山しね。要は誰にも負けんほど偉くなってやるってことだ。私は一匹でも多くあやかしを借りたい、それだけ。ちょっと待て、仲間になるのが嫌ならここは藤吉郎流。どいて。銭を払う。雇われてくれ。こんなはした金で？え、とんだ勘違いね。今度会ったらあいつは殺すから。おい、ちょっと、美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。うぬは半妖か。よく顔を見せよ。初めて見る光じゃ面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ感謝いたします。おい、知って、父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし、立派に行かれたのであろうな。ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。田舎侍、刺身にしてやる。
またさ。ここで何を？知れたこと。勝家殿の力を借りて城を建て、信長様に献上するのよ。というわけだ、猿。抜け駆けは許さんぞ。何笑うとるんじゃ、猿。探してるって侍はお前か。ご挨拶だな。お前がコロッカ、ようやく見つけたぞ。ふん、俺らの力を借りようった物好きな人間もいたもんだ。よし、あれだ、俺に任せろ。怖い、かなり怖い。頼んだぞ。よしよし。木を切るなら任せろだとよ。はあ。皆も戻ってきたみたいだ。何これ。言ったろ、ムミオ、これが藤吉良流、殺さずにして勝つ。無害なあやかしもいるんだよな、秀の字。よし、じゃあ砦を直しに戻ろう。一晩あれば十分だろう。ごめん。半兵衛殿か。おお、やっと会えた。どなたかは存じ上げぬが、察するに稲葉山城のことでしょうな。ですがあいにく私は病の身、何もお役には立てませぬ。お引き取りを。この力、もしやあなたが藤吉郎殿か。いや、久しぶりに力を取り戻して若返ったようですわい。おせっかいかもしれぬが、お世話させてもらいますの。
いいでしょう。我が師も懐いたようですし、この日滅びようと最後までお使いいたします。まずは稲葉山攻めで私をお試しください。どうしたの？浮かない顔して。おーい、霊石が、ここにあるはずの霊石がどこにもない。からも恐れられて何のことはない。あれはおお、殿のお箱が出ましたな。平定大義である。今宵は酔え。はっ。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい、そうやって、おい、ははであれば、これを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリでよって身の程をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許すな。ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古言例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできよう。まさに仁王のようにな。
光秀様、もはや藤吉郎は撃たれたと見るが妥当。これで乱れに霊石を用いる者はいなくなりますな。奴は霊石を用いて調和を乱す男、そう踏んだが手間が省けた。引くぞ、利光。十分稼げた。俺たちも逃げよう。こっちよ、ついてきて。その小刀は半蔵殿、ここはそれがしに任せ。殿、承知。救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直隆を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。Oh, my God.
一体。霊石が見せる夢は代償を伴う。あ？だだおめは。恥を忍んで哀れみを乞い申す。何とぞ一覧を。秀吉。はい。この本願寺には大量の霊石が眠っておる。働き次第ではその霊石お主らに任せる。ありがたき幸せ。この秀吉めが一晩で落としてご覧に入れます。よし。おい聞いたろ秀吉、行くぞ。おら来い。サル、いつもながら厳禁なやつよ。小谷での働き一に聞いたぞ。しかし褒美も求めぬとは。お主は何を求める？なんかチクッとしたの。あんたもしょってんだな。京での挙兵を助成するなら霊石も欲するままに手に入ろう。だが闇討ちは心が痛む。夢を叶える力はすでに与えた。情けは無用。そうだな。あんたと同じこの力があれば。もう十分友を求めておるようだ。今度は光秀殿と戦と聞きました。どうして人は。先日藤吉郎殿が
光り輝く美しい石を送ってくださいました。願いが叶う石だとか。ですがこの石を見ると胸騒ぎがして、望みに身を任せるのは何とも薄気味悪くて。争いは終わらない。人が人たる限りはそれが世の断りなのでしょう。しかしあなたの身には人の業さえ超える力が秘められているはず。秀吉軍の勢い止まらず左翼が崩れました。なんと、あの猿めが。ゴズメを出して食い止めよう。はっ。ゲセヌ、いかにあやかしとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限りこのような勢いは。トシミツ、信長様より奪った霊石厳重に保管してやろうな。答えよ、トシミス。霊石をどこへやった。いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ？どうした？なんだよその顔。おい！汚い真似を！光秀様を頼む。おい、本当に行くのか？我らを口封じのため抹殺、それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない。くっ。
秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。ここはまだ敵地、我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我らにみたまと同じ気配がするの。俺の主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。もしや明智、今の自分は一介の僧天界でござる。こたびの要件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお味でした。畿内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。来たか。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉、天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。
では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬやつには何もやらん。まだだ。あれがあれば俺は。
再会できて何より。申したでしょう、この身滅びようと最後までと。よく来たの。パンベイと二人でずっと待っておった。生きていたとはな。しかしいいところに来た。あなたに託すわ。残す鍵は霊石ってことね。ほんま、ええ趣味してはりますわ。ゼロ G。 招いた覚えはないぞ。俺の新しい嫁を紹介してやる。
ちの大出ましだよ。とんだ三文芝居だな。先に行って。見覚えがあるだろう、この満開の桜。うってつけだ。お前の墓標に。秀吉は俺だ。懐かしいな。出会った時は俺が目覚めさせたんだ。来てくれます。強くなりましたね。大竹丸を封じる、それが最後の定め。あなたの長き定め、見届けました。
Not a morning person, then. Oh, my God.